今日のご質問ですけれども、はい、よろしく。非名誉、お金の3つを追求するときの優先順位はありますかというご質問で、で、当時の会長のお答えが、優先順位などありません。すべてバランスよく手に入れるためにたゆまぬ務めを。それ以上に運はとても大事。運の良い人の近くにいることはとても重要なこと。同時に見えないものを信じる能力。素直な気持ちは大事。自分なりの信仰のような存在もあるとなお良いでしょうというお答えだったんですけれども。はい。おっしゃる通りですね。運の良い人、近くにいるって絶対大事ですね。運の悪い人の仕掛けたらどんどん自分も運悪くなってしまうような気がします、すごく。はそれを言うといつも皆さんからちょっとまたさらに質問で、運がいい人と、出会うのはどうしたらいいんですかとか、い。運がいい人と付き合いするためには自分も運が良くないと、ダメなんじゃないですかって言うから、その人ももともと運が良かったわけじゃないし、初めから。運が良くなるように多分、なってて、みんな初めから、要するに、スタートはゼロなんで、だったら、運の、いい人に近くにいるためにどうしたらいいかって言ったら、その運のいい人たちが喋っている会話、言葉、考え方っていうものに逸脱を絶対しない。そこに例えばネガティブでできないとか無理ですとか、絶対に言わない。もうそれを言った瞬間に、運のいい人たちは、こいつは、運がないやつだなって思っても、その時点で、抹殺はされないけど、もう、この人間はこうだなっていうふうにして、皆さん言葉では言わないけど、運のいい人って言葉でね、お前はダメだねって絶対言わないんですよ。もう心の中とか頭の中で、この人間はそういう考え方するんだなって、私だってそう思いますし。だから、そういうふうに、皆さんを見てればいいので、そこに自分をアピールする必要がなくて、皆さんを見てて、なんでこの人たちは運がいいのかっていう、運のいい人たちの共通項って必ずあるので、まずそれを真似るということと、やっぱり、あとは本であったりとか、男と女でもそうですけども、ある程度、運の悪い人も含めて、出会う数が多くないと、運のいい人なのか悪い人なのかっていうこと自体もわからない。つまり、運の悪くないと思ってた人が、実は運のいい人っていう人と会うことによって、あの人、実は僕は運がいいと思ってたけど、全然違うじゃんっていうのが、程度、人と会っていかないと。だから、今、ズームだとかいろんなものがあるけど、人との縁っていうのは、もちろんそれはそれでいいけれども、このね、やっぱね、画面越しはね、わからないことなんだけど、こうやってある程度信頼関係ができた後をやるのいいけど、やっぱり人と会うときは、ズームだけでずっとっていうのは、ダメだと思います。やっぱり、ちゃんとか、あの、確認というか、私も時々ね、Facebook で繋がって、お目にかかりたいっていうことが滅多にはないんですけど、時々あるんです。だけど、その時のもう文章の短い文章でもいいし、長い文章を見た瞬間に大体この人がどういう人間かってすぐわかるので、会う必要がない場合は適当な理由をつけて会わないようにします。もうそれはだから、そこのもう会わなくても文章に出ちゃうっていうことも、よくよく考えないと、あとはやっぱりあれね、運のいい人っていうのは大体自分より目上というか、年代はそんなに離れてなくても、やっぱり自分より年が上の人が多いですから、そういう人たちと接する場合っていうのは、先ほど一番初めに冒頭申し上げた通り、皆さんを見て、ここの人たちは何が自分と違うのかっていうことを見て、真似るとこですよね。多分、東大さんなんても、なんやかんやっていろんな大物と接するしてるから見てるじゃないですか。で、これをお前真似ろよって言われませんよね。ああ、そうっすね。私だって若い頃、20代の時、やっぱり50、60、70、80とか、そういう人たちにご一緒させてもらうけど、私一言も喋らないけど、やっぱり立ち方、歩き方、喋り方、仕草、スーツ、もしくはネクタイの色とか、もうそういうのをパクりまくりました。それが今、自分が、要するにパクるっ
ていうことをよく言うのは、人の真似したって個性がないじゃないですかとわけのわかんないこと言う人いるんですよ。それってね、人の真似をしても個性がなくなるようになったら、それは大した個性じゃないですか。うんうん、おっしゃるとおり、おっしゃるとおり。だって、若い、特にこれ見てらっしゃる方で若い方が多いんであるならば、もう上の人たちはもうそんなことはね、さだわない、いいこと言ってるとか、わかるわかるって言うんだけど、やっぱり20代、30代の人、真似るっていうことはなんかずるいとか、なんか自分がなくなるって思ってるかもしれないけど、生きた見本というか、生きたものが、モデルとしてあるんだったら、そこからぜひ学んでいく。盗んでいく、うん、なおかつそれで私なんか若い頃はよくそういう人たち捕まえて、これってこうなんですけどどういう意味なんですかとか、もうどん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 食らいついてたんで、そうすると食らいついていけば上の人たちっていうのは答えというか喋ってくれるんです。ただ何もなくただ座ってるっていうだけだと、あいつは何を考えてるのかわからん、ただ座ってるだけなのか、何か吸収してるのか、何だかわからないから、やっぱそこはちゃんと、プレゼンテーションという言葉はあれだけど、何に興味があってとか、何に目的を持ってこの場所に若くしてでもいるのかっていうことを、皆さんのたくさんのいる前でプレゼンテーションする必要はないけど、あの人に一人一人今日はこういうことをちょっと聞いてみよう。っていうものを、仕入れてっていうか、いただいて、言葉いただいて、まねっこですね。まねっこ、まねっこ。してました。うん、あとは何でしたっけ？ああ、見えない信仰でしたっけ？そうですね。ああ、見えない信仰については、よく皆さんおっしゃる、信仰といった瞬間に宗教っていうから、見えるものは信じられる。例えばここに、1台のフェラーリっていう、なんか高級会社、赤のね、高級会社、ここにある。これは、100人いればすごいとか何でもいい、もう目に見える話ですから、誰でも知りたい。いや、それはもう、まあ、別に人間じゃなくても動物でも、それはわかるので、人間っていうのは動物と違うので、もしかしたら動物の方がすごいかもしれないけど、やっぱり、なんかここにいるなっていう、まあ、さっきでもなんだけど、動物の方がもしかしたら感性すると、ね。そうですね。はい、うん、で、人間っていうのはやっぱりいろんな知識とかいろんなものが入っちゃうから、自分でそれを信じたいと思っても、いや、あれはこうこうこうだからって外野から聞くと、いや、そうなのかなとかってなっちゃうんだけど、やっぱり自分が自分であるために何か信仰、まあ神社でもいいんです。別に何々教とかじゃなくても別にいいと思うし、やっぱそういうものが1年2年じゃなくて、やっぱり20、まあ30年50年生きていく上においては、助けになるというか、目に見えない信仰を持った方がいいかっていうのは、目に見えない信仰というものを持つと、それを持って自分との会話ができるじゃないですか。うん、多分ね、東大さんもこの意味わかると思うけど、多分若い人たちはちょっと意味がわからないので、要するに見えないものと何かこうお話をするっていうことは、つまり見えない信仰というよりは自分自身で対話をするためにどうしても形のないものに何かこう、だから神社行っても別にキリストもいないし、うん、目に見えるものないじゃないですか。うん、そうですね。あとは聖書もないですよね。うんうん、で、神社行ったって一応お祭りしてる、例えば、天照総務神とか、まあそう祭ってるものがあるにしても、こう手を合わせて目をつぶっててもいいし、したとしても、こうしなさい、ああしなさいっていうことが降りてくる人もいれば、なくても自分自身で手を合わせて目を閉じることによって、静かな自分の時間になるので、その時に自分が、あれ？こういうことってこうこうこうなのかなっていう、うん。だからよく神社には外国の人に言うには、日本人はなぜ神社でキリストもいない、教えもない、なんであれみんな行くんだ。で、なんか、パンパンってこうやってるのって言うから、ああ、あれはねって、あそこに見える、鏡があるよね。はい、あそこの鏡って実は、まあ、だいたい顔ぐらいの大きさ、まあ大きい小さですけど、顔はちゃんと映るんです。つまり何をしてるかっていうと、目を開けると映ってるのは神様じゃなくて自分が映ってるのね。その自分自身が今どういう状況であるかということを、まあ、キリストの場合とか聖書は、こうこうこうだって言うんだけど、我々日本人っていうのは、その自分の姿を見たときに、あれ？僕の顔つき、なんか、
だいぶ最近ダメだなとか、なんか引きずってんなとか、あ、今いい感じの顔つきだなっていうことを、普段の日常生活でも、実は確認はできるんだけども、やっぱり家とかテレビとかこんなものがある、ガヤガヤしてるので、ああいう神社に行ったりとか、お参り、でくじ引きをしたりとか、くじ引きを多分、したこと外国の人にも言うんだけど、あれはなんでくじ引きをするんですか？いや、だから、あそこに書かれてるものが、いいものでも悪いものでも、どっちでもいいんですよ。良ければ良いで、いいって言ってもらってるけど、これはちょっと、ちゃんとしっかりと気をつけなくちゃいけないなっていうのもなるし、じゃあ今度逆に、悪い一番バットのものが出た時ってどうなのっていうか、ああ、それは今自分の中に確かにこれってこうだよねって全部合致するようなものが書かれてるんです。だから何が出ても悪いとかいいとかもないし、もういいんだから俺はもうこのまま何もしなくてもいいんだって思うのはおかしな話だっていうのが外国の人の話をするんです。ですからまあ、先ほどのご質問について言ったのは運のいい人に付き合う、もしくは運のいい人になる。ということと、目に見えないものを信じる力というか、信じる力というのは別に IQ もいらないし、自分がそうだって思うことが大事です。うん、って感じですかね。いやー、ありがとうございました。いや、東大湯で、戦わ流。文化なくして、経済なし。超いいね。いいね。いやー、もう今日も素晴らしいお話です。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。にゃん。